五代目、鳥居清忠は、大正時代から、昭和時代の浮世絵師、日本画家、舞台美術家、鳥居派八代目当主、鳥居こと人として知られる。四代目、鳥居清忠及びか木清方の門人、東京府東京市日本橋区日本橋柿柄町に、生まれる。姓は斎藤、名和信、玄人、清子とと交す。父は、芝家の鳥居屋七代目の四代目、 鳥居清忠であった。はじめ父清忠に、歌舞伎座の絵看板などの鳥居派の技法を学び、原人と称し、さらに、小堀と根について、山和絵や夕食古実を学び、あとに1918年に、その紹介で、か木清忠の門に入り美人画を学んだ。作品は、清忠や伊藤浸水の影響を受けており清楚な、画風の肉筆記絵や写絵を描いている。 大正3年以降は、雑誌、園芸画法のカット、差し絵、口絵などを描いている。昭和2年には、河野通世、河木清方、よかた、岡本一平と共に、新二式絵今用歌舞伎4代というシリーズを、日本木版印刷から出版する。大正11年頃から正彦と合して、風俗美人版画などを発表している。昭和4年に、鳥居発想家の八代目を襲名した。 昭和10年頃、清子とと改名した。昭和16年、父の死去により五代目清忠を称した。昭和初年から、鳥居派の芝居、役者看板へその他を手掛け、鳥居派としての務めを果たしながら、歌舞伎、日本舞踊の舞台美術、舞台装置も多く手掛けた。木版画では昭和4年の美人が連作、女十二代、化粧、雪、湯岩みなどが、 代表作として挙げられる。長襦番では、長襦番の模様、色、背景などを変えた5種類の作品が制作された。木版画の楽観は、古都人を使用している場合が多く、清ことに回目後も使用している例がある。主に、堺、川口、池田という版元から反抗している。昭和27年の日展に、美人が紙を出品、入選している。 昭和51年75歳で死去。蘇る浮世絵244ページ。ただし浮世絵の見方辞典は昭和16年父の仕事する。ありがとうございます。